皆さんご機を。ユタボンのツイッターが番になりましたね。まあ何が決めたかは正直わかんないんですけど、まあちなみに僕はユタボン好きでも嫌いでもないです。で、まあ彼のその、こういうスタンスでやってるっていうのはまあ知ってるわけですよ。まあそんなにね、細かくはチェックしてないけど、まあとにかくアンチが多い。で、裁判しまくっている。で、最近も12万でなんか賠償金取れたけど大赤字。 もうやればやるほど赤字になる。ただ、ユタボンはインフルエンサーだから、まあ YouTuber だから、あの、裁判することによって、ニュースになって、まあその再生数で穴埋めとか、まあ自分のコンテンツが大きくなる、強くなるって、まあ計算もあって、まあ赤字裁判やりまくってんだと思うんだよね。まあそれ以外でもまあ、まあ不登校でその義務教育に背を向くっていうのはまあ、百0 0ってありかもしれないけど、結構奇抜なことするじゃないですか。まあ煽ったりとか。 で、まあ、ヘズマリューとか、あの、まあ、より人とか、あそこら辺ももう、あの、彼ららしいことってもうやってないわけじゃないですか。まあ、だいぶクリーンだったというか。で、まあ、一言で言うと、まあ、ユタボンはまあ、今回のその、えー、ツイッター、えー、版をきっかけに、あの、もうちょっとなんか、マイルドになるべきだよって思うんだよね。もう、はっきり言っても、ユタボンの、あの、スタイルっていうのは古いんだよね。古い。うん。だから、ヘズマリューより人とか、 <laughs> あのね、もろに、その、より引きっとらったものもすけ、で、結構、あの、誹謗中傷、強いやつじゃないですか。ヘズマリュウだったら、迷惑行為、迷惑突とかもやってないわけじゃないですか。もうみんな、もうちょっとおとなしくして、その中でうまくやってるわけで、で、新八丁ですら最近、あの、クリーン活動、宣言するってね、なんかもう、迷惑行為しないって言って、クリーンにやってるわけですよ。ってことを、まあ、時代、もうどんどん厳しくなっているわけですよ。あの、時代の流れでね。あの、 ネットですらもう、うん、結構言葉とか、なんか制約がれ、ね、あの、こっちがちゃんと考えなきゃいけないってことで、まあわかりやすく言うと、まあ、堀江門、与沢つさんも世に出始めた時は、あの結構ダーティーなイメージだったじゃないですか、まあ。堀江門で言うと近鉄買収、与沢で言うと、あの、なんかすごいさ、ギラギラしたさ、あの、なんか貸し切りとか、ね、すごいなんか、普通の人が見たら何これって、なんかバッシングしたくなるような、 感じる世に世に出たけど、でも世に出て結構時間経ってからはだいぶ落ち着いてるわけじゃないですか。ってことで、やっぱその、ユタぼンも、まあ今がもう方向転換のサインだと思うんだよね、あのツイッターの番が。ってことであんまりね、その、まあ必要以上に煽ったりとか、その、まあパンチの強い、あの、言動は控えるべきだよね。その方が長く走れるじゃんってまあ、まあ、俺も当たり障りのないなんかね、普通のことしかちょっと言えないんだけど、 ってことを、その、今回の番で僕は感じました。まあ、世の中の流れとかをね、その時代を鑑みてやっぱやっていくべきだよねって、お話です。どうもありがとうございました。